トビロです。フミです。若手警備員です。今回東京外国語大学やってきました、はい、ここでの企画、マイナー言語に妥協して入ったやつ後悔してる説を検証やっていきたいと思います。これ全国の外国語系の大学学部で起きてる問題なんですけど、はい、そうなの？あの入りやすい穴場学部になってたりするんですよ、マイナー言語が。確かにね。それで入学した後後悔してるみたいなのがあったりするんですよ。なるほど。別に少数民族がどうとか、はいはい、マイナー言語どうとか特定の民族別に批判するつもり一切ないです、はい、そうですね。文化を否定するつもりは全くない。その穴場に入っちゃった人の受験の話を聞くっていうことなので、とりあえず東京外大行きたくてここ入ったろみたいな、はい、穴場で入ったやつの末路みたいなのを紹介したいっていう、はい、そうですね、はい、受験生のためにやってるんでね、僕らもね、はい、皆さんチャンネル登録高評価、概要欄ツイッターとインスタの方も絶対お願いします。続いて検証スタート。わかって TV。 はい、じゃあ東京外大の方見つけました、はい、皆さん言語何学ばれてますか？自分英語です。お英語、うん、ロシアです。ロシア、ロシア、ロシアです。おお、なんで、まあ、5大国です。そうですね。あのちょっとよかったらこうやってあのちょ分かれてもらっていいですか？ちょっとおい、はい、冷静にすな。近づきすぎやろ。ちょっとメジャー側の意見も聞きましょうよ。そうですね。今回やってる説が東京外大でマイナー言語を妥協して入ったやつ入学した後後悔してる説を検証という。もちろん好き好んで入ってる人はいますよ、もちろん、うん、その言語を学びたくて。ただ本当は英語とかやりたいけど、そうそう、偏差値的にちょっと妥協してここ入ったみたいな子もいるわけじゃないですか。第二志望とかね。そういう知り合います、はい、周りに。いない。いるよ、いるよね。何語はやってんのその人は。ベンガル語。なんか不満聞いてる。いや、不満っていうかもうなんか飽きちゃって。ああ。言ってないんだ。やっぱ外大って名前があって、はい、でまあ、ベンガル語多分英語とかより偏差低いだろうから、うん、やっぱりそこにね行っちゃうよねきっとね。まあだって東京外大って名前手に入りますから、ね、でもう来なくなっちゃうと。来なくなっちゃう、ね、こういう人もいるわけだ実際。で入学してから、うん、ウクライナ侵攻1年以上経ちます。僕らは2年生なんで。ああ、そうかそうか。ロシアの学んでる人たちがどういう気持ちなんですか？あっちの友達からもいろんなこと聞くんで。じゃあロシア人の友達もいる。あ、そうです、うん。これちょっと生の情報聞いちゃってもいいですか？まあそうですね。ロシア人の方はロシアのことどう思ってるのか。そっちはそっちの言い分もあるやろうから、ね、うん。言われるのは日本とかから流されてくる情報に騙されないでねって言われる。おお、なるほどね。もちろんね、その住んでる人たちが悪いわけじゃないですから。ね、これまあロシア側の言い分も僕がちょっと解説しておくと、はい、ウクライナが NATO に入ろうとしたところがきっかけだよね。NATO っていうのはウクライあの要は西側陣営やから、はい、ロシアとしてもそれはなんとかせなあかんみたいないろんな事情が複雑に絡み合って、そう、お互いがお互い先に攻撃してきたらそっちやんみたいな状態を。はい。なんかあの浅まれ討論的な感じ。我々はね、はい、NATO 側ですから。NATO 側なんそうじゃない。ちょっと、急に来た。おー、急に増えた。進行してくるな。やめろ、お前。ロシア側と難しいってイメージもあるけど。あります、ね、難しい。なんかよく知らずに入って、あ、めちゃくちゃ難しいみたいな。毎日だけ見て入ってます。あ、これ、見つけた。あれロシア語に妥協して入ったんか。ロシアも実は簡単なんや。国はでかいけど。いや、あの倍率は低い。低いんだ。あ、人数が多いとかそういうのもあるのかな。じゃあ本当は何語をやりたかったの？もう何でも入れるよってなったら。それはもう英語か。英語。いやいやもう。ロシア語妥協で入ったんや。やりたいとかなかった。ないとかね。後悔は？後悔してる。してるんだ。あら、ちょっと、ね、説立証やね。だからね。なんかバングラディッシュの友達がどうのこうのとか言ってたけど。君もやん。実は。みんな同じクラスだよね。はい、何語を学んでますか？出たインドネシア。センター値で100点なんですけど、はい、インドネシア人口多いランキング第4位です、はい、めちゃめちゃ多いですですけど、まあ、はい、世界一般で言うとマイナー語になるかな。国連の公用語にも入ってないしね。なるほどですね。今回の企画が、はい、東京外大でマイナー言語を妥協して入ったやつ後悔してる説を検証する。みんな本気でインドネシア語学びたくて入ったんすか？はい、はい、違います。あ、違います。正直者がいたちゃんとね。妥協で入ったってことですか？妥協で入る。本当は学びたかったのか？あ、英語かスペイン語。ああ、なるほど。後悔は今あんまりしてない。あ、してない。入ったけど結構楽しい。あ、楽しいんだ、インドネシア語。楽しそうね。インドネシアの魅力じゃあ言ってくださいよ。経済発展してる途中でこれから大きくなる国だと思ってるので、うん、そこはすごい期待できると思う。なるほどね。なんかこの後ろ背高くて前背低いのインドネシア得意の棚田に見えてきたな。目の前僕はこうなんか妥協で入った人。え、本気でインドネシア？ほんまは何やりたかった？プラスです。うわ、いやちょっと全然ちゃうやんけ。なんでインドネシアにしたん？協定学何点とか。おお、パリズ入れない、帰ったって思って。フランスはきついと。はい、でもあのスリッチャーと悔しいので
オアシスの三浦さんの後輩になりたくて。いや、そら、三浦インドネシア語なの？そうです。そうなの？すごい。東京外来はしてたけど、オアシスの三浦、高学歴芸能人ずらすな。やめろお前。おい、インドネシア語やんけ。後悔はしてますか？してないですね。本当に魅力言ってよ、インドネシアの。インドネシアは結構簡単って言われてるんですよ。インドネシア語っていう言語が。あ、優しい。あ、そうなんだ。初心者に優しいって言われてるんですよ。インドネシアの小テストとか結構0点とか取っちゃってて。やばいよ。フランス行ったらもっとやばかったんで。いやいやいや、外国語に向いてないよ。言うな、それ言うな。なんでインドネシア語学びたいなと思ったの、高校生の頃。外語祭実行委員会発行してる、はい、タフマニュっていう冊子に、インドネシア語が一番簡単で、あ、そうなん、課題が少なく、授業が遅く、うん、仲もいいって書いてあったので。東京外大のぬるま湯たち。いや、そうだね。じゃあ、男の子見つけました。はい。言語は何語ですか？はい、モンゴル語科です。出ました。モンゴル、マイナー言語に妥協して入ったやつ、後悔してる説を検証ってやってるんですけど、はい、モンゴル語は妥協ですか？そうですね。あ、妥協だな、認めた。まあまあ、妥協、まあ、第一部じゃないってことだよね。もともとはスペイン語科に行きたかったんですよ。センターの点数が低くて、モンゴル語になりました。モンゴルを見たら妥協と思え。やめろお前、おい。それはあかんよ。モンゴルはもう世界史やってたら分かりますけど、はい、かつて覇権を握ってた。そう、モンゴル世界最強の国ですからね。ど、はい、どの民族もモンゴル人には頭上がんなかった、はい、そういう時代があるわけですから、はい、もう青き狼ぜひ見てください、ね。はい、チンギさんの実際どうなんですか、うん、楽しいというか、なんか入ってから、うん、そうですね、コミュニティが狭いので、はい、有名人と結構会えちゃったりするらしいです。有名人と会える、どういうことですか？はい、モンゴルの例えば力士とかで、うん、日本に来るモンゴル人は相撲とかで、はい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 、人数が少ないので、はいはい、僕のその先生が結構すごい方なので、はい、白鵬関とかね、うん、朝青龍とか、うん、通訳、まあ、場合によっては必要ですから、まあまあまあ、そういう時にモンゴル語学んでたらいけるかもしれないね。東京ガイドモンゴル語なんてさ、はい、もしかしたらモンゴルのね、大使館に来たりとか、大交換になったりとか、なんかめっちゃ偉くなる、多分エイト的なね、要素含んでるから。確かに少数語はそういう道あるんかもな、ね、将来何したいの？将来外交官になりたい。ほら結果近道なってんじゃん、ね、だってスペイン語やったらさ、うん、もうだって人気なわけや、いっぱいおるけど、まあね、モンゴル語話せる人は少ないわけでしょ、少ないのはいいんですけど、募集要項とか見たら、なんか募集が3年に1回1人、あ、もう枠埋まってんや、感じになって、ライバルは少ないんですけど、枠も相当少ないっていう感じです。今回はしてないです、ないということで、入ったらよかった、ね、まあ、夢も開けるということで、わかりました、はい、外来して見つけました。何語学ばれてますか？ビルマ語。ビルマ語。ミンガラーバー。え？ビルマ語もいけんの？ミンガラーバーだけ。ミャンマーですね。はい、ミャンマーの言葉で、はい。僕も好きなんですよ。え？本当に？乃木坂の斉藤飛鳥がミャンマーと日本のハーフなんで。うん、あ、そうなんだ。今回マイナー言語を妥協して入ったやつ、後悔してる説を検証という企画やってるんですけど、妥協ですか？いや、全然妥協じゃなくて、後悔特にしてない。あ、ほんまに？なんでビルマ語やりたいと思ったの？もともとアジアの国々を学びたいなっていうふうに思ってて、父が中国に滞在してたんですけど、うん、自分もその時が天安門事件とかが関係してたんですけど、はいはいはい、その時は自分も砂形で民主化するとか、うん、そう発展を遂げていく姿を東南アジア見てみたいなというふうに思ってて、なるほど、アンサンスーチーがミャンマーで頑張ってるから、はい、ね、その影響だ、まあ、今ちょっと大変なことになってますけどね、少し民主化できんの、まあ、大変でしょ。すごい他国の影響でちょっと、まあロシアとかもあってなかなか被っちゃってるんですけど、でもやっぱりその状況は変わらないので、でもちょっと待って、志高いな、高い、ちょっといいね、そんだけじゃあ志高ければよ、うん、やっぱそれってやっぱ学に比例しますから、まあはいはい、共通テストのパーセンテージもそれは高くしてミャンマー語に入ったんちゃうかなっていう、まあ、英語とか全部入れながらもビルマ語選んだと、そう、はい、もし6割とかやったらよ、うん、ガキが入ってるやんみたいな、まあまあ、天安門事件で民主化がどうのこうの、アンサー数値どうのこうの、かけないやん話だってこと、協定のパーセンテージ、センターのパーセンテージ聞きましょうよ、はい、何パーその外大の圧縮みたいな感じなんですけど、うん、84%、高いんだ、すごいよ、これはすごいよ。でも他の言語も普通に入れたよってことですか？他の東アジアとかも興味あって、うん、まあ、よくある判定みたいなので B とか出てたんですけど、うん、まあ、でもやっぱり東南アジアもやってみたいなっていうふうに思って、じゃあ中国韓国も入れたけど、 あえてビルマゴって、おー、そういう人もいるってことよ ね、未来の外交官ですから、日本とミャンマーの駆け足ですよ、彼は。ちょっと下世話な企画やったね。ねえ、ちょっとこんな大使ある人がいたとは。いや、そうだよ、本当に。アジアをなんとかしたいと。民主化したいと。すごいね。僕も感銘受けました。感銘受けましたね。ちょっと。人の大学をバカにすると。いや、バカにしてないですよ。バカにしてないですよ。待ってないでもらいます。動画見てください。動画見てもらう。いや。
いやまた怒られちゃった ね。なんて言われた。いやなんかマイナー言語を、うんまあ、ちょっとバカにするなみたいなね。あ、まあ、僕ら別に今回のマイナー言語をいじりに来たわけじゃないですし、まあ、まあ言うなれば受験生向けに、まあ、本当例えば経済学部入りたかったけど文学部入っちゃった人がそこで満足できてるのかっていうのをまあ聞いてる企画なんですよ。やりたくてやってるか、はい、仕方なく来ちゃってそれで満足してるのはどうかみたいなことね。そういうことです。マイナー言語をちょっとなんかこう言ってるように聞こえたらちょそれはもう僕らの全く意図するところではないのですいませんがご注意ください。怒って帰っちゃったからね。そうです。動画を通して伝えないと。いやそう申し訳ない。だからむしろマイナー言語入っても楽しいんだよっていうのは伝われば僕らとしては嬉しいなと思いますね。ただよくこれね外国学部は良くないよね、うん、外国学部で一旦入れてから、はい、その後で振り分ければいいのに、うんうん、入試の入り口しちゃってるから、まあ確かにね、偏差値がなんか国の序列みたいになっちゃってるから、あまあまあねそういう意図は全くないけどね外大はね良くないと思うよ。なるほどね。まあ一応人間の質としての序列は一番下ですけどちょっと、はい、こいかわいそうな目で見たりします。いややかましいわ。東京外大4人組見つけました。おい、少数言語の方はあここ何語フィリピン語ね。別名タガログ語ですね。タガログ語です。はい。ウルドゥ語ね。ウルドゥ、まあ、これどこやったっけ。僕らで、ね、ウルドゥ語いじって炎上してんだ。ちょっとねあんまり良くないです。あのこれウズベキスタン。違います。パキスタン。パキスタン失礼しましたね。マイナー言語を妥協して入ったやつ後悔してる説を検証ということでやってますけど、はい、第一部やったんですもともと。はい、おお、なんで、うん、あんま日本とはほんまに馴染みがないというか、まあね、南アジアに興味があったのと、はいはいはい、アラビア文字を使うので、はい、それを書きたいなっていうのと、あとイスラム教には興味があったので、おお、これね、すごい、全条件当てはまるのパキスタンしかないんですよ。はあ、そうなんだ。そう、だから中東に行っちゃうからね、アラビア語っていうのは。ね、実際充実してるんですか今？はい、楽しいです。ウルドゥー語の周りの人は妥協して入った人がいます？あ、いると思います。お、その人らは顔死んでます？いやいや何を聞いとるんじゃんお前は。これ今言うなれば、はい、本当はなんか経済学科に行きたかったけど、はい、文学部しか入れなかったみたいなと同じことですから。そう、そう、同じことです。別にパキスタンの人僕好きですよ普通に。ね、はい。センターチリ100点ですから。あ、そうですね。全ての国を愛さないと100点なんて取れないのよ。そういうことですね。はい。おー。留学生の頃はやっぱり気にしてる人はいたと思うんですけど、はい、はい、はい。あ、そうなんだ。いいね。え、その人たちはどうやってそのウルドゥー語のこと好きになっていくんやろね。だって、まあ確かにね、馴染みのない言語って結構学ぶの辛いというか、ね、先生が割となんかみんなそういう人もいるかもしれないからっていうスタンスで授業やってて、ああいい、先生優しい。いや先生重要よそれやっぱね。理系の国語の先生や。やめろ。みんなやる気ないと思うけど、頑張っていこうな。何になりたいとかあるんですか？うん、やっぱり国際関係に関われるそのウルドゥー語使って仕事ができるならしたいなって思う。外務省とか入って外交官とかになれたらなっていう。やっぱ外交官志望多いね。少数語かは。そうですよ。明日から使えるウルドゥー語とかないですか？ああ、いいね。そう、みんな親しみやすくね、ちょっとウルドゥー語知ってもらおうと思って。はい。ありがとうとかがいいですか？ありがとう、いいですね。シクリア、シクリア、シクリア、どういう人に言ったら伝わりますこれ？多分ウルドゥー語専攻しか分かんない。明日から使えなかった。ちなみにウルドゥー語で指定校推薦ってなんて言うんですか？いや分かるかお前そんなの。知ってたら怖いわ。むしろというわけでやってきました。マイナー言語妥協して入学したやつ後悔してる人を検証。はい。結果は、うん、後悔してる人もいたけど。後悔してない人も多かったね。そうですね、マイナー言語でもその、ま、入ってから、ね、満足したって人も結構いました、うん、外大はやっぱ仲の良さがいいというか。そうですね、それ楽しそうやった ね、だからそんなね知らない言語でも入ってからやっぱりその楽しくなれる学んでいけるっていう環境があるっていうのが素晴らしいと思いましたね。一旦興味なくても、うん、アタックしてみるのは意外とありかもね。ね、そうですね、うん、まあ、モンゴル語で、ね、外国語になりたいって人もいましたから、はい、ぜひおすすめの大学です。はい、皆さんチャンネル登録高評価、ぜひ世界平和も考えてください。じゃあ今日この辺でバイ。